今回のキットに関しては修理キットではありません。はい、レンタルボーです。はい、このチャンネルはですね、アルファードベルファイアのカスタムを配信しているチャンネルです。チャンネル登録をまだされてない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ではね、今日のテーマなんですけども、昨日ですね、私の友人から一本の電話が入りました。でその電話の内容はですね、どうやらパンクをしたようなんですけども、スペアタイヤがどこにあるかわからないっていう電話でした。で車を聞いたところですね、なんとね、いつの間にか30系後期のベルファイアですね、ゴールデンアイズの1の方ですね、私のタイプホールドと同じ時期に出た、ゴールデンアイズの方を乗ってたんですけども、どこを探してもスペアタイヤがないけどどうしたらいいんだろうかっていうね電話がありました。で、パンク修理キットっていうのが あるからそれで直したらいけるよって言ったんですけども、どうやらそのキットの存在も知らず使い方もわからないっていうことだったんで、まあ、車に興味のない方がね、世の中にはたくさんいらっしゃると思うんですけども、いざという時にですね、まあ、この動画を作っておけばよかったなと昨日思いましたので、ね、皆さんにね使い方をシェアしたいと思います。で今回はね、トヨタの30系に車載されてるキットを使ってやりますけども、基本的にはね、どのメーカーさんも同じようなキットがありますので、それをね踏まえた上でご説明していきたいと思います。でこの動画ね、もし車に興味のない方でも見ていただければ、万一ねパンクした時スペアタイヤがなくても修理できますので、ぜひ最後まで見てください。では実際にやっていきましょう。はい、ではですね、場所なんですけども、まず30系のね、アルベルに関してはここのジャッキスペースですね。で以前ね、ここにジャッキがあって、ジャッキを外す工具とかがあったんですけども、ここにね、ジャッキがあります。でプラス横にですね、こういったねケースがあるんですけども、これがですね、今スペアタイヤを積まれてない車にはほとんどね、積み込まれているパンク修理キットとなります。でこのキットに関してはね、トヨタ製となるんですけども、大体のメーカーさんがですね、エアコンプレッサーと、パンク修理剤ですね、これが入っております。それをね今から、一つずつ見ていきたいと思います。はい、ではですね、中身の付属品を見ていきたいと思います。まずね目に入ったのがこちらですね、最高速度80キロって書いてますね、書いてますので、今回のキットに関しては修理キットではありません。あくまでも応急キットなんで、その場しのぎのねキットとなりますので、まあ、これでねとりあえず空気が入って走れる状況になったら、タイヤの修理もしくは交換をね、速やかに行ってください。であとですね、説明書入ってますので、まあ、車いじりされる方がね、見たらこの説明書見ただけでね、まあ、手順がしっかり書いてくれてますんで、これでね分かると思います。で中にですね、パンク修理の液剤ですね、これがボトルになってるんですけども、ボトルが入っております。で他のメーカーさんで行くとですね、今回はね、まあ、ちょっとトヨタの方が万能なのかわからないですけども、このエアオイルコンプレッサーですね、後ろにね、シガーソケットと、あとこちらにね、接続する、まあ、空気を入れるチューブですよね。空気とね、どうやらこの薬剤が同時に入るような仕組みになってますので、これね、いろんなところで調べたところ、薬剤を先に入れてから、ね、空気を入れるっていう方法のねメーカーさん、ダイハツだったかな、ダイハツだったと思うんですけども、ありました。まあ、結果的にはタイヤの中にね、これ真っ白いね液体がかなりの量入ってるんですけども、これを全部入れてしまって、ね、タイヤの内側に入って空気を入れて、規定量ですね、決められた規定量の空気圧にして、すぐに走行することによってタイヤの中でね、この液剤がぐるぐる回って、穴を塞いでくれるというものです。まあ、シール剤みたいなものですね。で、これをね入れていくんですけど、トヨタに関してはこちらですね、コンプレッサーの方に直接ね、これ使ってびっくりしたんですけども、まあ、使うところがね実際にできないんですけども、流れだけね、お伝えしておきます。これをねまずパチッとはめます、こういう風にね。であとですね、こちらね、黄色いやつがあるんですけども、これをここにはめます。はい、であとですね、こちらにね、一応ねキャップがついてますので、このキャップを外していただいて、こうですね。で、これをタイヤのバルブキャップですね、普通にはめていただいて、であとですね、もう簡単ですね、シガーソケットがありますので車内から電源を取っていただいて、空気を入れると。でここにね、空気圧表示がありますので、30系アルファードベルファイアに関しては、前後4輪とも 2.4 キロという表記がありますので、 2.4 になるまで空気を入れていきます。で、空気が入ったらですね、あとはこちらですね、抜いていただいて、しばらくちょっと様子見てください。で、エア漏れがなく、そのまま空気をね、空気圧が維持しているようであれば
ば、この電源切ってもらってもね、このメモリは残ったままになりますので、まあ、2、3分ちょっと様子見て空気圧が減ってこないようであれば大丈夫なんで、そこからね走り出していただければ OK です。で、走るときはね、先ほどのシールにもありました通り80キロですね、以上出さないように、まあ私は80キロどころか多分50キロぐらいで走ると思うんですけども、まあ一応パンクしてるね傷を負ってますのでね、あまりスピードを出さずに安全なね、速やかに本当に、タイヤ屋さんもしくはねカーショップに行って、修理もしくは交換ですねやってください。まあ、こんな感じですね、本当に、これ多分1回こっきりだと思うんですけども、もしかするとですね、こちらのボルトですね、ボルトじゃないですね、ボトルですね、これがまあ中にね、結構な量、聞こえますかね、チャポチャポ言ってんの、結構ね本当に濃いヨーグルトみたいなやつが入ってましたんで、それがね中のシール剤になってくれてるっていう原理だと思います。で、他社さんに関しては他のメーカーさんですね、いろんな YouTube とか見たところ、このボトルに直接、ノズルをつないでいただいて、で、こちらですね、バルブキャップの方にこれを挿して、で手でギューッと入れてから、であと空気ですね、空気は空気で別で後から入れるパターンもありましたんで、まあ、容量的には本当に、薬剤をタイヤの中に入れて、空気を入れて、で走ることによって遠心力で薬剤ですね、この薬剤がタイヤの中でぐるぐる回って、壁を作ってくれるというものになりますので、まあ、容量的には全く一緒で使い方違いますけども、結果的には容量一緒なんでね、そこだけ覚えておいてください。はい、ということでですね、今回は皆さんの身近に起こり得るトラブルとしてタイヤのパンクですね、こちらの応急処置の仕方をお伝えしました。まあ、私の友人の場合はですね、スペアタイヤが積んでるものだと思ってた人間なんで、それほどね車に興味のない方っていうのは、世の中にたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、この動画をね、見ていただければ、万一の時にもね、応急処置できますし、この動画を知っていればやっぱ身近にね、私と同じように、パンクしたけどどうしたらいいやろかって言った時には、この動画の URL を送ってあげれば、修理の対象をね、対象をその場でご自身でできると思いますので、ぜひね、お近くの方で、パンクに困ってる方が出られた場合は、ぜひこの動画を教えてあげてください。で、今回のね、復習なんですけども、まあ、私ね結局昨日現場の方に行って手伝ってきてね、すぐ治ったんですけども、まあ、私が知ってるパンク修理ですね、応急キットっていうのがちょっと進化してましたんでね、これは動画にしておいた方がいいかなと思いましたんで、今回動画にしてるんですけども、まあ、そもそも私過去に1回ね、パンク修理キット使ったことあるんですけども、その時はですね、この薬剤ですね、まあ、中にね木工用ボンドみたいな白いドロドロのねボンドみたいなのが入ってるんですけども、結構な量入ってます。でこれをね、本来はボトルの先っちょにね、ホースをつないで、ね、ホースの先っぽにタイヤに接続するバルブキャップがついてるんですけども、でそれをつないで、手でね手動で中に注入していった後ですね、コンプレッサーももちろん付属してるんですけども、このコンプレッサーで、規定の空気圧ですね、今回、アルファードウェルファイアに関しては 2.4 キロなんですけども、その 2.4 まで入れて、であとは普通に走行するだけで自然に穴が塞がるというものです。で、今回に関しては応急なんで、その後ね必ずタイヤ屋さんに行って修理もしくは交換の必要が必要なんですけども、決してね本当にスピードを出さないようにだけ気をつけてください。で、手順に関してのね、復習なんですけども、本当にね、今回は機能を使ってびっくりしたんですけど、ここに直接ね入れてしまってパチッとはめてね、で、ホースですね、ホースをここにつないで、これでもう完了ですね、ほぼ、はい、であとはタイヤのバルブキャップのところに挿していただいて、ね、電源オフの状態を確認してからね、シガーソケットをつけてください。じゃないと、挿した瞬間にいきなりバッと電源入っちゃいますので、ここにオフにすることだけね、気をつけていただいて、オフの状態を確認した状態で、シガーソケットを挿して電源オンにすると自動的にコンプレッサーが稼働します。で、あとはここのね、エアゲージが、メーターがありますので、ここが 2.4 になるまで入れていただいて、その状態でしばらくちょっと待ってください。3分から5分ぐらいでもいいので、しばらく待って、空気圧の変化がなければ、これを外していただいて走行していただければ OK です。で、釘とかね刺さっている場合っていうのは、できれば抜かない方がいいかなと思います。抜いてしまうと穴が大きくなりますので、抜かずにそのまま放置した状態で、薬剤を入れて、で、応急処置ですねしていただければいいかなと思います。はい、今回の動画ですね、参考となったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、当チャンネルはですね、メンバーシップ制度を導入しております。メンバーになるとメンバー限定の動画、メンバー限定のライブですね、こちらの配信をしております。
また LINE グループへのご招待もしておりますので、車いじり初心者の方、たくさんね、20件の今コメントがたくさん来てるんですけども、だいたい2時間3時間後に私返信してるんですけども、作業中でなければいいんですけども、作業中にわからない時にコメントをいただいても即答できないことがもうほぼ即答できません。ただこれがですね、LINE であると即答できる可能性が非常に高くなります。っていうのは私以外のメンバーさんもね、結構知識がたくさん持ってる方が増えてきてますので、まあわからないことがあったら他のメンバーさんないし私が気づけば私がすぐ回答しますので、作業中のトラブルにもすぐ対応できるという心強いツールなんで、ぜひね、メンバーシップのゴールドクラスですね、3段階あるうちの2段階目になるんですけども、こちらのクラスに入っていただくとグループ LINE の方にご招待しますので、初心者の方お待ちしてますので、ぜひメンバーシップ登録よろしくお願いいたします。また動画の配信、ライブ配信のタイミングはツイッターを通じて皆さんにお伝えしておりますので、アカウントを持ちの方私のフォローよろしくお願いいたします。はい、こちらの動画はですね、最新の動画となっております。こちらの動画おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。